イラク航空はイラクの航空会社で中近東で最も古い歴史を持つ航空会社の一つである。また、アラブ航空会社機構の一員である。イラク航空は第二次世界大戦終結後の1946年に運航を開始し、その後ビッカースバイカウントなどの新型機材を導入し、徐々に路線網を拡大して行った。冷戦下において政権が変わったたびに、 西側と東側の両方の航空機を購入したため、1960年代には、イギリスの放火アシドレートライデントと、ソビート連邦のツポレフツ -124 を同時に運航していたこともあった。バグダード国際空港のターミナルビル内部1970年代に入り、石油価格の高騰を受けた公共の影響を受けて、ボーイング707やボーイング747などの 大型機を相次いで導入し、ロンドン、東京、バンコク、ニューヨーク、モスクワやリオデジャネイロなどの世界の主要都市にその路線を拡大したほか、近距離国際線や国内線用にボーイング727などの当時の最新機を導入するなど、機材の更新を推し進めた。また1980年代頭には、バグダード国際空港のターミナルが新装し、中東における ハブ空港の地位を目指した。なお、日本へは、極東路線として、1978年4月22日から、成田国際空港が開港する同年5月19日まで、暫定的に羽田空港に就航して、その後は1990年8月1日までの間、バグダードバンコク東京間をボーイング747コンビを用いて週1便で就航していた。 就航後数年間はバンコクだけではなくて、ドバイやムンバイも経由していたことがある。バグダード日本間のフライトでは、ファーストクラスとエコノミークラスの2クラス制を採用しており、成田発とバンコク発のフライトにおいては、日本人向けの機内サービスの一環として機内食に、森そばなどの和食メニューを用意していた。日本乗り入れを中止した後も、同空港の発着権を返上していなかったことから、 あくまで一時休止扱いとなっていた。しかし、1979年に、サタームフセイン政権下になった後の1980年に起きたイラン・イラク戦争によりいくつかの国際線が運行休止になってしまい、またイラン・イラク戦争終結後の1988年には、休止していた国際線の運行を本格的に再開したものの、そのわずか2年後の1990年に、 イラクが隣国のクウェートに侵攻し国際社会の猛反発を受けたことでほとんどの国際線の運航が休止となってしまった。なおこの際にクウェート航空が運航していたボーイング767やクウェート国際空港に中期していた外国機を接収し自社のフリートに組み込んだアメリカ軍の爆撃により破壊されたボーイング727ところが1991年に 発生した湾岸戦争でアメリカを主力とする多国籍軍の攻撃を受けたため、多くの所有機材を隣国のイランやヨルダンに避難させることになった上、クウェート侵攻の際に組み込んだ機体をはじめ、国内に残した機材の多くが破壊されてしまった。さらに戦後、国連による制裁によって、国際線の運航がメッカ巡礼のためのハジフライトに限られただけでなく、 国内に飛行禁止区域が設けられたことから、ほとんどの機材が、バグダード国際空港をはじめとする国内の空港で、地上保存状態にせざるを得なくなってしまった。その上に、地上保存されていた、ボーイング 747SP やボーイング737から200などの所有機材の多くは、就航できない上に予算が枯渇したためにはほとんど、整備が行われなかっただけでなく、 多くの部品が盗難に遭ってしまったために大規模な修繕を行わない限り二度と飛行できない状態になってしまった。また湾岸戦争以前の1980年代後半にエアバス A310 を5機発注していたがクウェート侵攻で宙に浮いてしまい建造されないまま2007年に A310 自体が製造中止となった。追い打ちをかけるように2003年3月に アメリカやイギリスをはじめとする多国籍軍がイラクを攻撃し、イラク戦争が開戦したことで、バグダードなどのイラク各地に地上保存されていた、ボーイング727-200や、イリューシンイル -76 などの多くの機材が、多国籍軍の攻撃を受けて、完全に破壊されてしまった。しかし、アメリカなどの多国籍軍により、サッターム・フセインは追放され、 新政権が樹立された後に、イラク航空は政府の国営からエアイラク社に経営が移管され、2004年10月には新体制下における第一便として需要の高いバグダードをアンマン船の運航を開始した。その後アメリカ政府などから資金援助を受けて2004年にボーイング767から200型機などの中古機材の提供を受けたほか、 これまで、バグダード国際空港内に放置されていた、ボーイング737から200型機や、イリューシンイルマイナス76などいくつかの残存機が、再び使用できるように整備を受けた。2005年6月には、イラク戦争後初の国内線である、バグダードバスラ線の運行を再開しほか、バグダードテヘラン線や、バグダードイスタンブール線などの国際線を開設した。 2010年5月、イラク航空の解散が決まり生産に入った。背景に、クウェートが湾岸戦争での損害賠償をイギリスの裁判所で求め、イラク航空の資産凍結の判決がある。イラク政府は新たに設立する民間の航空会社に航空事業をさせる見込みであったが、2012年10月にイラク政府が クウェート政府に5億ドルを支払う代わりに、クウェート側が英国にある法律顧問事務所に対してをモチーフにしたロゴマークは美翼マークとして長年用いられて、同社のシンボルとしても知られている。イラク航空は離婚ファームの制度が残っている数少ない航空会社である。全路線とも出発の5日前または120時間前までの離婚ファームが必要。また2014年9月現在。 マイレージプログラム等はないので注意。欧州線は主にボーイング737から800、長距離路線は主にエアバス330から200、ボーイング777から 200LR が使用されているが共に1機しか保有していないため、時々ボーイング767から 300ER も使用されることもある。イラク航空が発注したボーイング製航空機の顧客番号は70で、 形式名は737から870、747から 470C などとなる。しかし、リース機のみで運用されているため使用されていない。前述のようにリース機が多いため、同じ機種やシリーズでも搭載エンジンが異なっている場合が多い。そのため運用や整備の効率が悪い状況となっている。現在はグダード国際空港に湾岸戦争以前に運行していた。 ボーイング 747SP や、イリューシンイル -76、アントノフアン -24 が放置されたままになっているが、長年飛行していなかっただけでなく、整備を受けていないほか、各種部品が盗難にあっているなど状態が悪いために、修理はされずそのまま廃棄処分になると思われる。湾岸戦争以前は、ブラジルや日本への運航もあったが、2015年7月、現在、 長距離路線は、中国、マレーシアの3路線のみである。イラク国内アフリカ中東アジアヨーロッパ北米4、http www. イラク、b u s i n e s s n e e d c o m 2012、10、24、ファイナルセトルメントフォークワイチアウェイズケース。 h t t p w w w i r a q j c c m e j p n e w s r e p o r t d e t a i l 2 0 1 2 1 0 0 0 1 3 2 6 6 h t t p w i r a c b u s i n e s s n e w s c o m 2 0 1 3 0 1 2 3クエートラトファイツ5 0 0ルセトルメント with iraqi airways, 7http コロンスラッシュスラッシュ e n e s w a t a l i r a q u i n f o スラッシュデフォルト1アスプックスページイコールアーティクルページイドイコール 154048& l="18http" コロンスラッシュスラッシュ a i r l i n e r o u t e n e t スラッシュ2013スラッシュ08スラッシュ19スラッシュ ia-kul-aug13 スラッシュ 9http コロンスラッシュスラッシュ news.carnoc.com スラッシュリストスラッシュ261スラッシュ 261425.html イヘシャゲカ空港 実際2015年節おさむだ14カナミオト787机 10http コロンスラッシュスラッシュ www.iraqiairwaes.co.uk スラッシュイエヌスラッシュフライリーコンファーメーション html11http コロンスラッシュスラッシュ www.atdb.erro スラッシュ php スラッシュ go.php12http コロンスラッシュスラッシュ www.bjbj.gov.cn スラッシュ2014-07スラッシュ14スラッシュコンテンポ7058 046 html13 http://www.vannilakidinner.com ミニストリートランスポーテーションアン運勢スローンチイーブッキングサービスイラキーエアウェイズチックケッツ 14http コロンスラッシュスラッシュ www.yaar.gov.ik スラッシュアルスラッシュインデックスドット php ネームイコールニュースワンドファイルイコールアーティクルワンド トイコール2百8十6十5 h t t p コロンスラッシュスラッシュ w w w f l r a d r 2 4ドットスラッシュデータスラッシュ f l i d r 2 4ドットコスラッシュデータスラッシュ f l w471 スラッシュ 16http コロンスラッシュスラッシュ www.flig htr a d a r 2 4.com スラッシュデータスラッシュ fli g hts スラッシュ ia 473スラッシュ 17http コロンスラッシュスラッシュ w w w i a a r g o v i k スラッシュインデックス .php ネームイコールポートルニズ ファイルイコールアーティクル&、人イコール446。ありがとうございます。